シム・アースは1990年にアメリカ合衆国のマクシスから発売された PCAT 互換気用ライフシミュレーションゲーム。同社のシムシリーズの第2作目。地形、大気、生物、文明などを操作し惑星を育てることを目的としている。ジェームズ・ラブロックの外ア理論や大陸移動説、進化論などをもとに制作されている。開発はマクシスが行い。 ゲームデザインは後に、シムシティ2000を手掛けたフレッド・ハスラムと、バンゲリングベイを手掛けた、ウィルライトが担当している。同年に、欧米では、マッキントッシュや、マイクロソフト・ウィンド w ズ 3X に移植されたほか、1992年に、アミーガに移植された。日本では1991年に PC、PC-9801 及び、スーパーファミコン版。 1992年に X68000 版がイマジニアから1993年に PC エンジンスーパー CD ロム2版がハドソン、メガ CD 版がセガから発売された。PC エンジン版は2009年に w i 用ソフトとしてバーチャルコンソールで配信された。前作、シムシティが街を育てるゲームだったのに対し、本作は惑星を育てるゲーム。 プレイヤーは神となって惑星上の様々な問題と課題を攻略していく。システムは大陸移動説や進化論などの科学理論と地球を一つの生命体と捉える作者、ジェームズ・ラブロックのガイア理論に基づいて作られている。また、地球物理学、地質学、生物学などの様々な分野の知識が応用されている。惑星環境を構成する要素は地形、 大気、生物、文明など多岐にわたり、それぞれが環境形成に大きく関係している。プレイヤーは国一国と変化する環境に対し、直接惑星に手を加えたり、各種パラメータを調整したりしながら対応する。惑星はコントロール次第でどのようにでも変えることができ、生命豊かな星にすることもできれば、生物が全くいない死の星にすることも可能である。 本作では使用エネルギーの単位としてオメガが使われている。オメガは惑星をコントロールするために必要なものであり、オメガがなければ惑星に対して何もできない。実験モードでは無限に使えるが、それ以外の難易度では有限となっており、オメガを貯めるには時間の経過を待たなければならない。スーパーファミコン版の表現に準ずる。位置から惑星を作るモード。マグマだらけの星に、 雨が降って、海ができ、単細胞生物が誕生し、といった星の成り立ちをそのまま体験できるモード。惑星の進化度合いに応じた4つのタイムスケールから選択して始められる。タイムスケールごとに、時間の進行スピードが異なり、発展が進むにつれて遅くなっていく。一定基準を満たせば、次のタイムスケールに移行し、文明が極度に発達すると、 エクソダスが発生し宇宙へ移民してしまい、残った生物がまた進化して文明を持ち、ということの繰り返し。100億年経つと太陽が寿命を迎え巨大化してしまい、すべてを燃やし尽くすので、強いて言うならそれがゲームオーバーとなる。ミッションをクリアしていくモード。シナリオは全8つ。PC エンジン版及びメガ CD 版ではシナリオの1つ。 概要理論で紹介された思考実験モデル、デイジーワールドをシミュレートするモード。公式攻略本には買ったばかりの人が遊ぶべきものではないと書いてある。このモードでは、デイジー以外の植物を配置することができず、生物を配置してもすぐに死滅する。各シナリオにはそれぞれトレジャーボックスが一つずつある。最初から存在する場合と一定条件を満たすと、登場する場合がある。 トレジャーボックスはマップモードの分類で文明を選択するとテラフォーマでない黒い点が一つ見つけることができる。これをエディットモードにおいて黄色い箱を調査で調べるとトレジャーボックスを開けることができる。トレジャーボックスは見つけなくてもクリアは可能。ゲーム誌ファミコン通信のクロスレビューでは合計24点。 ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており20.34点となっている。この得点はスーパーファミコン全ソフトの中で174位となっている。また、同雑誌1993年8月情報号特別付録のスーパーファミコンオールカタログ93では大気の熱循環や地殻の変動など 環境の様々な要素をコントロールして惑星を作り出す実験的な匂いの強いゲームと紹介されている。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは6.65.5の合計22点、月間 PC エンジンでは80.85、80.70、75の平均78点、電撃 PC エンジンでは60.60 60、65.70の平均63.75点、 マルカチ PC エンジンでは6.67.7の合計26点。PC エンジンファンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており、19.02点となっている。また、この得点は PC エンジン全ソフトの中で401位となっている。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは6.76.6の合計25点。 メガドライブファンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており、19.5点となっている。ありがとうございます。